なんでその名を知っているんだ。あんたはグレーミラー投票の抹消者。戦闘形態を起動します。逃げるな。誰だ。ニュースの画像でこいつの姿を見かけて思いつきで言っただけなのに、まさか本人が確認しに来るなんて俺の予想が当たったのか。本当にニューシティを怪我したクズを見つけ出してしまったのか。最初はマビック、それから抹消者。グレーミラーの使い方が分かったぜ。人を使って俺の個人情報を聞き出したのか。リアルで俺を捕まえられると思ってやがるな。ならニューシティの掃除屋の力を見せてやるよ。悪質事件に関与した上に俺のプライバシーを侵害してストーカーまでするとは、さらに罪を重ねたな。あんたらもうおしまいだ。グレーミラーの排除を待っていろよ。そりゃこの前と同じようにスマホで、あんたいつからここに。ねえ、この新しい投票で炎上してるのビアンカみたいだけど。なんて書いてんの？グレーちゃん、本当に彼のところに行った？でもなんで私を投票にかける暇があんの？まずい、グレーちゃん無事かな？誹謗中傷されてるのはあんたよ。今は他人のことを心配してる場合じゃないでしょ。他人じゃないよ、私のチャットパートナー。このサイモンってやつ、私の激凛に触れたんだから。今助けに行くね、グレーちゃん。
新しい投票か。やれやれ、また大事件が起きそうだな。なに、あんたも彼女に感化されてグレーミラーが気になってきたの？いや別に、ただ今の若者は運がいいなって感心しているんだよ。どうやらスクープは彼女のところに自らやってくるみたいだね。排除なんて知らない。それにネットもってなんだ、聞いたことないし。あるだろうって何がだよ。俺があんたの投票を呼びかけた証拠はあるのか。たとえそれを証明できても、なんで投票した奴らを捕まえないんだよ。本当に捕まえるなら投票した奴らを全員捕まえろよ。グレーミラーに登録した奴はみんな投票していただろ。俺はただ同じことをしただけだ。俺だけを捕まえるな。全員見つけ出して全員捕まえろ。あんたを手伝って俺の情報を聞き出したあいつに感謝すべきだな。今は彼女が代わりに脚光を浴びている。さもなきゃグレーミラーに排除される劣等品はあんたなんだからな。この近くだよね。どうか無事でいてね。ねえ、二人組を見てない？一人はメガネをかけて黒ずくめで大学生っぽい感じ。もう一人は灰色のコートを着て、多分イケメンのはず。すみません、見てないです。でも、お姉さん、そのスマホは大丈夫？スマホ？自業自得だ。余計なことしやがって。俺の完璧な投票の邪魔をしたからこうなったんだ。悪いのは全ての事件現場に現れたあんたと、そのために俺に絡んできた彼女だ。排除が何か知りたいんだろ。すぐに見れるぞ。彼女はスマホに食われるんだ。
嘘つく必要あるかよ。せいぜいビビって震えてろ。次はあんたの番だからな。最後の録画をちゃんと保存してディス放送局の報道部に渡して、これが私の残す最後で最高の映像だから。